セカンドベースのあたりで行列ができていますが、やっちゃいますね。まもなく照明を消し、皆様を暗闇の世界へとお連れいたします。足元、荷物、そして小さなお子様などには特にご注意ください。スカイロールの赤い模様完成まではおよそ6分です。3分で全てが開き、その後およそ3分で模様が完成します。夜明けのような感覚とスカイロールが作り出す模様完成をお楽しみください。それでは照明を消すカウントダウンを皆様と一緒にやらせていただければ、これ幸い。5秒前から参ります。54321、豪的なやつです。いいですか？では行きますよ。5秒前、4321、ゴー。さあ皆さん、暗闇の世界はいかがでしょうか？それではグラウンドからおよそ65メートルの高さにある天井中央部をご覧ください。スカイロールオープン。皆様、このスカイロールオープンショー、およそ3分間は光が差し込む夜明けのような感覚をお楽しみいただきます。その後の3分間でスカイロールがどのような形になるのか、ぜひお楽しみください。なお、このスカイロールの数は全部で144枚もあります。12の事情です。スカイロールの開閉や照明、音響やライブビジョンなどは全てバックネット裏の3階スタンドの白い部分、記者席の後方の部屋で全て操作しております。バックネット側見られますか？記者席、お分かりいただけますか？カメラさん、撮ることできますか？今日はカメラさん、撮れないそうです。よって、プランを変更してお届けまいります。どうしようかな。その記者席の上の方に私、長谷川匠いるんです。それでは肉眼で皆さん確かめてください。手を振っているのが2017年も魂込めてモロモロコール、ドラゴンズナビゲーターの長谷川匠です。皆様ありがとうございます。先ほどセカンドヒーローインタビューを行ったあのどうも長谷川匠でございます。いつも皆様ありがとうございます。これからも魂込めてもろもろコールさせていただきます。引き続き熱く熱くドラゴンズを応援していただければ幸いです。なお、同時にオレンジ色の皆さんがいらっしゃることもここから確認できております。ご来場いただきありがとうございました。共に野球ファンですもんね。そこは仲良くいきましょう。でも次は勝ち越しさせてね。さあ、ポロッと本音も出たところで、ここから先はヒントとなる曲、柄のヒントとなる曲がかかってまいります。さあ、お届けしているのは今日の1曲目、森の木児童合唱団による
セイクラ。最近皆さんセイクラでしていますか？児童合唱団といえば森の木さんですよね。あの頃を思い出しながら皆さんどうぞ楽しんでください。上昇に上昇に天井の中央部、形が作られてきているのにお気づきでしょうか？まだ想像できませんよね。1曲目のヒント曲は背比べでした。さあ今日の2曲目です。おー、これは名曲ですね。ここでコンサートもしたことあるんでしょうかね。ポール・マッカートニーさんなんて来てましたもんね。そのポールさんが在籍してらした名バンドといえばザ・ズですよね。さあそのあたりがヒントになっているようです。もう分かったという方いらっしゃいますか？よかった。3曲目ダメ押しヒントです。アイコ、 AIKO、 アイコ、そんなアイコの名曲ですよね。完全にカブトムシって言いましたよね。その通りタイトルはカブトムシ。爪を切りすぎて痛かった、そんな歌詞がね。ああもういいか、ほぼ分かりましたよね。今日は5月7日、おとといは子供の日でした。というわけで今日のスカイウォールオープンショーは子供の日にちなんでカブトが完成しました。皆さんいかがでしょう？楽しんでいただけたという方は今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ドラゴンズファンの皆さん、おかげさまで今日脱出ですね。ただし勝ってカブトの尾を締め、そんな名言格言もございます。決して油断することなく引き続き最高の応援をぜひよろしくお願いします。というわけで今日のグラウンドウォーク&スカイロールオープンショーは以上で終了となります。お帰りの際は三塁側スタンド入り口からお願いします。今日も名古屋ドームにご来場いただき誠にありがとうございました。なお次回は10日水曜日です。 DeNA ベイスターズを迎えてのナイター、野球観戦快適空間名古屋ドームへぜひまた皆さん足を運んでください。なお変なこと言いますが、このスカイドールオープンショー拡散希望です。変な希望ですがぜひ皆さん広めてください。というわけで本日の進行は魂込めてもろもろコールドラゴンズナビゲーターの長谷川匠でした。ありがとうございました。